まだ汗が吹き出すほど本当に蒸し暑いですね。まあ、特に日中というのは意識が朦朧とするほどでして、まあ、私は報道でお邪魔をしている立場ではありますけれども、1週間も取材をしていますと、まあ、腕がこれほど日焼けをしてしまいました。赤く火傷したようになってしまったんですね。まあ、こうした環境の中で皆さんは日中片付け作業をしていることになります。まあ、そんな皆さんにとっての数少ない癒しがありまして、こちらです。自衛隊が設営しました無料のお風呂です。こちらまで石鹸のいい香りがしてくるんですが、夜の10時まで空いているということで、まあ、汗をかいた被災者の方々、そしてボランティアスタッフの方々も入っているそうです。皆さんさっぱりとした顔をして出てきますね。まあ、そんな被災者の皆さんにとって今何が必要なのか、ここはですね、支援物資の配布場所でもありますのでお話を聞いてみました。まあ、今も新たに物が届いていますが、日中片付け作業をするので、こうしたブルーシートやスコップ、さらに土嚢袋などが足りないという声があります。まあ、ただ必要なものは日々変わっているそうでして、むやみに送ってきますと物が余ってしまうこともあるそうです。まあ、ですからむしろボランティアスタッフが来てほしい、人手が足りないという声もあります。まあ、この真備町というのはお年寄りが非常に多い町です。まだ手つかずの住宅も残っています。ボランティアをしたいという方はぜひ各自治体のホームページを確認してください。